お疲れ様です、マフィーです。今回は転生したらスライムだった件コラボガチャ回していきたいと思います。転スラですね。いや、本当に面白い。アニメめちゃくちゃ見てて、昨日レビュー動画出したんですよ。このアニメ面白いよっていう風に紹介したので、ぜひね、見てくださいといったところなんですけど、今回はね、オセロニアでコラボが来てるので、コマ紹介と、そして性能解説していきたいと思います。で、最終的にね、ガチャを回していくんですが、コラボキャラ9体います。で、まあ、当たりと外れっていうか、まあ、なんか外れとかいうのもあれなんですけど、正直ね、弱い駒は結構います。まあ、でも、こういうところで強いよっていう駒もいるし、一長一短っていうところですね。うん。強い駒もいれば弱い駒もいて、個人的にはね、まあ、評価の高い駒もあるんですけど、そうですね、そんなにこう、コラボガチャは回さなくても、支障にはならないのかなというか、うん、そうは思いますね。ということで、どれが強いかね、まあ、見ていくんですけども、まあ、見ていくっていうか、この、そうだね、全部見るか。せっかくのコラボなんでね、全部見たいと思います。ということで、まずは、こちら。化けの支配者、シズですね。いや、これ本当よかった、アニメ見といて。俺ね、シズさんなんですよ、これ。うん、俺、シズさんって呼んでた。アニメ見る前。コラボが来るんだ、平行なキャラいるんだと思って、シズ、強いなとか思って。普通にね、勘違いしてたんですけども、このシズさんはね、強いんですよね。スキルが火炎コンバートと、これ、神駒にして火炎コンバートが来たということで、与えるこの通常攻撃ダメージは 220% の変換率で火炎のダメージに変換してくれます。で、コンボスキルがコンバートスキルの変換率 70% アップ。うん。まあ、普通にね、神駒で火炎コンバート、やべえみたいな感じで、こう、SNS、Twitter 見てる感じだと、まあ、見てたんですけども、まあ、火炎はいいと思いますね。うん。実際、神の S コンバートといえば、特殊ダメージが主流なんですけども、ここに来てね、火炎っていう、こう、手こ入れがやってきたと。これは原作再現なのかなといったところであるんですけど、まあ、実際火炎っていうダメージは強いんですよ。で、プラスまで放った場合でも、多分、3700ぐらいは出るんですね。ただ、この3700ぐらいっていう火力が、高いと捉えるかどうか。うん。正直、そんなに火力は出ないですね。うん。火炎は出せるんだけど、火力はそんなに出ないっていうところです。で、コンボスキルはいいと思います。これ、コンバートの 70% 上昇するっていうのが、これ、条件なしで使えるんですね。混合で蹴ればすぐ使える。他のね、なんだろう、S コンバートのね、コンボスキルとか、例えば、そうですね、アステールとか、あの辺はね、60% 以下まで HP が削られないと発動できなかったりするので、そういったところでね、シズさんはね、もうすぐこうコンボスキルが発動できると。いうところは強いと思います。そしてね、神の S コンバートということなんですけども、そうですね、神の S コンバートにしては HP が低いんですが、実際やっぱ神の S ゴマということで、他の、なんだろう、竜の S ゴマである、例えばバハムトに比べると、HP を漏れるというのはいいんじゃないかなと。なんだろうな、攻めれリーダーで、シズさんとラファエルとアステールっていう、こう、神の S アタッカー陣みたいな、そういう構築もなしではないと思いますね。バハムートをこいつに変えることで HP は漏れます。ただ火力は減ります。っていうのがなかなか一長一短。しかし、このシズさんの一番の魅力は、陰だと思います。術師陰。これいいんですよ。何がいいって、術師陰って、パチュリがマイナスされるんですね。うん。術師マイナスということは、パチュリがマイナスされて、シズさんが一緒に使える。それだけでなく、最近出たパラレルタイムドリーマーのガチャで出たね、ラファエルもね、あいつ術師陰なんですよ。なんで、術師マイナスの時に、コンバートを使うっていう場合に、ラファエルとシズさん、そしてパチュリリーダーで使っていくっていうのは悪くないんじゃないかなと。まあ、それでももしかしたら攻め例がね、優先される可能性はありますけどね、もしかしたらそのコスト1とかの差だったら、そういう差はあるかもしれないんですけど、まあ、攻め例持ってない人で、ラファエル持ってて、シズさん持ってて、パチュリ持ってるって人だったら、結構ね、カップ戦ではこっちが優先される可能性もあるし、この術師マイナスの時にね、強いっていうのは悪くないと思いますね。ということで、ちょっと評価は、うん、高めだということですね。もうちょっと火力欲しいな。もうちょい火力欲しい。もうちょっと火力あったら、もう一番大当たりだったかもしれないっていったところですね。正直自分の中では一番ではないですね。はい。で、シュナ。はい。なんで入浴してるんだい俺アニメ12話まで見たけど、このシーン知らない。まあ今後ね、こういうお色気シーンが期待できるかもしれませんね。そんなシュナさんなんですけども、スキルがシールド、コンボスキルが回復となっていて、自分のデッキが全て神属性、かつターン開始の自分の神ゴマが5枚以上の時に発動でき、手持ちになっている2ターンの間、通常攻撃特殊ダメージ 50% にしています。で、コンボスキルが、自分の神ゴマが6枚以上の時に発動できて、コマ総数かける160の回復ですね。これはね、ささやきデッキで使ってくれっていう性能ですね。スキル、コンボスキル、これ同胞、神ゴマをたくさん要求されると。いったところでね、やっぱりこう、ささやきデッキっていうのは、結構ね、ゴリゴリの駒が多いんですね。イザナギ入れたり、あと、なんだ、能量2個入れたりとか、そういう感じなんですけども、実際ね、このシュナは、まあ、今後のささやきの動向次第ですね。今後のささやきが、例えばその、なんだろう、まあ、こいつ HP 高くて悪くないと思うんですけど、その、ささやき耐久みたいな。ささやきで耐久するデッキだったら全然強いと思うんですよ。うん。ただ、S 駒でささやき耐久にこう適した駒っていうのが、
どうなのかなといったところはあるので、そういうなんかね、あのシュナみたいな性能で S ゴマでそういうささやき向けでこうなんかだろう高いパフォーマンスをしてくれるようなね、そういう神エスゴマが出たら悪くないかなとは思いますね。ただ現状そんなに強くないですね。ささやきデッキってやっぱこうシールドを展開してそのシールドの数をこう参照にして特殊ダメージを出していくっていうのがね主流だと思うので、現状強いとは言い切れないですね。はい、次リムル、これ主人公ですね。スキルが吸収でこれ永続でかけてくれるんですよ。相手のキャラゴマ1枚につき相手の最大 HP の 0.8% 吸収して最大で 1.6% 吸収で、コンボスキルが自分のデッキのコマが全てマス個性の時に発動でき、盤面に自分のマゴマが2枚以上の時に発動できて、コマ数かける160の特殊ダメージというものなんですけども、まあ普通に強いです。永続吸収ということはサタンみたいに使えるってことなんですよ。サタンとかあとはルシファーとか、うん、でまあいいと思ったのはね、やっぱサタンの方が吸収の量とかは後半になるにつれて上なのかなと思いますね。あっちは固定なんですけども、リムルはこの HP が最大で 1.6% ってことは、通常の補正で言うと例えば神ターン相手とかだったら多分440とかの吸収になるのかな、大体ですけど、大体400から450の間ぐらいになるのかなといったところですね。この毎ターンの吸収量っていうのがね 1.6% ってことはなんですけども、まあ、サタンはね666吸収できるので、あっちの方がねアタックとかも考えるとコストパフォーマンス的にはねめちゃくちゃ上なんですけども、コンボスキルが特殊ダメージでこれ結構火力出せますね。コマ総数かける160というのは、まあ、なかなかの火力なので悪くはなくて、であとシュラインということなので一応ね差別化は図れてますね。ただ一番いいなと思ったのはサタンと両立できることなんですよ。チオリーダーでリムルとサタン両方入れたデッキとかね、もうどっちかを序盤に引けたらアド取りまくれるよみたいな、そういう構築なしではないと思ってて、うん、それやってみたいんですよね。でコンボスキル特殊ダメージのこれ160オルスというのも、あの耐久相手とかだったら強いかな、ただあれですね、速攻系のデッキ対面で考えるとちょっと厳しいですね。なんでサタンとリムル両積み編成ってのはもうマデッキをとにかく借り尽くすみたいな、でそういう感じだったら悪くないと思いますね。あとはまあそうだな、あの暗黒相手にコンボの特殊がちょっと刺さるかなぐらいで、まあ、正直ね、あの吸収で暗黒に勝つなんてほぼ無理なんで、その辺は考えなくていいと思うんですけども、まあ、シュラインということなので全然差別化は図れてて強いと思います。まあ、一番ではないかな。で次シオン、こいつ分かりやすいですね。スキルアタック 2.4 倍のコンボスキルがこのキャラクも自分のマゴマ1枚につきアタック 1.3 の最大で 1.7、まあ、これは、うん、マナグリで使えっていうことですよ。まずいいなと思ったのは HP が高いこと。 HP 高いのいいんですよ。マナグリって結構 HP が高いイメージそんなにないんですけど、まあ、うん、マタンになってくるからね、ちょっと HP 低いところでこの高い HP ってのは悪くないと思います。でただ火力が低いんですよね。あのロックされた時に優先的に出せるっていうのは悪くないんですが、いかんせんがやっぱり火力ですね。さっきのシズと同じで、こいつ多分プラスまで払った場合どうだ、まあ、エントマリーリーダーだったら多分3700ぐらいかなになるので、そんなに火力出ない、うん、でコンボスキルバフっていうのも悪くないけど使いやすいけど、まあちょっとパンチが足らないかなっていうところですね。はい、そういうことです。次ミリム、個人的にねこいつが一番強いと思ってます。スキルがチャージアタック1倍になり、この攻撃量アップの倍率は毎ターン開始時に、2.4 倍ずつ加算されて最大で 2.4 倍になる。つまりはまあ引いた次のターンから 3.4 倍で最強の火力を出せるというものなんですけども、コモスキルが自分の HP が減少していないほどアタック上昇して最大で2倍、ここちょっと惜しい、あのしているほどの方が良かったですね、うん、でこのミリムは、まあ、チャージ流ということなんですけども、HP がめっちゃ高いですね。あのチャージ流チャージ系のね S 流ゴマって HP 高いのが特徴なんですけども、こいつはね、HP 高いと。そしてチャージって言えばね結構こう流弾じゃないと使えなかったりするんですけど、こいつはねそういう条件もなしで、さらになんかそういうね属性縛りもなければ、まあ、HP 絞りもないっていうことなので結構使いやすいですね。まあ、コンボスキルがちょっと HP 減少していないほどということなんですけども、こいつを使っていくんだったらねやっぱラニリーダーになるのかなと思いますね。で 3.4 倍をこれプラスマックスから払った場合5002とかのダメージになるんですよ。めちゃくちゃ火力高い。ただ弱点としては貫通がないことなんですね。なんで普通にラニ あのシーズンマッチのテンプレには入らないかな、ジェンバ派とかには入らないかもしれないんですけど、一番ね注目してほしいのはシュライン。これシュラインめちゃくちゃ注目。竜の S 駒で、あの混合向けの駒でこのシュラインってあんまりなかった気がする。まあ前のなんかモンストコラボの時にも同じようなことをねソロモンで言ったと思うんですけど、そういう感じで結構ね陰にねまあその救われてるというか、シュラインって今そもそもシュラインっていう駒が今年出てから実装されたという、まあ、そういう陰なのでかなり貴重なんですね。で性能としては火力もめちゃくちゃ出るし、でロックされてこいつが出せるみたいなこともね、アタックの低さから考えると全然ねありえるので、
こいつねかなり強いと思いますね。カップ戦であの使う人増えそう。なんかシュラインマイナスの時にミリムミリムみたいなことになると思いますね。普通にやっぱね HP が高いから、なんだろう、シュラインじゃなくてもカップ戦でね、なんかこう、うん、もしかしたら使う人いるんじゃないかなっていうレベルで強いと思いますよね。なんか普通に HP 高いし火力も高いし、インが珍しい。この3点がミリムの強みかなと。こいつが一番強いかなと個人的には思ってます。はい。次、侍大将ベニマル。ベニマルはシュラインで HP 半分以下で使えるコルヌゲーラで、コンボスキルが HP 半分以下で使えるコルヌゲーラの 1.7 倍の暗黒がついてないバージョンですね。正直コルヌゲーラでいいですね。まあ陰の違いで考えると、シュラインマイナスの時にカップ戦で火炎使う人がいたらいいんじゃないかなっていうぐらいです。はい。次、ハクロ。スキル、コンボスキルは HP50% 以下でスキルが 140% の特殊ダメージ、コンボスキルが HP70% 以下で 120% の特殊ダメージということなんですけども、火力としては英語間の中ではそこそこ出てくれるんですけど、まあ、いかんせん使いにくいかな。まあ、でも HP 高いし悪くはないんですよ、実際。うん。で、有機陰っていうことなので、例えば有機マイナスの時にね、神タン使いたいとか、そういう人にとっては悪くないかな。やっぱ使っていくんだったらバフリーダーになると思うんですけども、まあそのコンボがちょっと使いにくいか、 HP30% 以下ってなると結構限定されるんで難しいですね。まあカップ戦で有機マイナスの時に使うかどうかっていうところですね。うん。やっぱりライバルとしてはエンデカとかアラジンとかになってくるんですけど、あの辺に比べると有機陰というところでね、アドは取れるかなと思います。悪くはないです。はい。次、ソウエ。ソウエイは、マタンの時、マゴマが2枚以上か、マゴマ2枚以上の時に圧倒できて、直前のターンに置かれたキャラゴマを氷結状態にし1増やす。で、コンボスキルが相手のキャラゴマは1枚につき450の特殊ダメージ、最大で2500の特殊ダメージというものなんですけども、惜しい。これね、自分のマゴマが2枚以上っていうのが、高校のこれ B さんとかに置いたら強いかなと思ったんですけど、これ打てないんですよね。高校3点目で使えない。自分のマゴマがね、1枚しかない状況なんで。まあ、例えば D6 とかにね、あの、召喚系の駒とか入れて使えるとは思うんですけども、まあ、そうっすね。まあ、でも、氷結の中ではアタックがちょっと高いんですよ。これ1120プラスマックスであるということは、25マイナスすると1095なので、そこはいいと思います。ロックでこの氷結出るっていうのが氷結の弱点で、アベリシアとか、あの辺もそういうところがね、弱点になるんですけども、うん、ステータスはいいですね。ただ直前の駒を氷結できるっていうのは、まあ、結構ね狙いやすいというか使いやすさはあります。あるんですが、一旦なんですね。うん、一旦しか止められないのは結構こう辛いですね。うん。なんですけども、コンボスキル特殊ダメージまあ悪くはないですし、実際ね弱い駒ではないですね。普通に強いと思います。まあでもあんまり使わないかな、使われるんかな、これどうなんだろう。まあ、氷結スキル自体微妙なところあるけど、ただ氷結の弱点であるアタックの低さっていうのはこれ改善されてるので、まあ、全然使う人はいそうですね。調整うまいな、この氷結のターンも一旦だけだから、まあ弱いところもあれば強いところもあるしみたいな感じでね、人によって結構評価が分かれますね。僕はまあ弱くはないかなって言ったところですね。はい。次、ランガ。ランガは威圧。自分のデッキの駒が全て両属性かつ、低駒が2枚以上の路上での時に圧倒できて表になっている板の間、相手のキャラゴマのアタック600減少。で、コンボスキルが、段階時の自分の低駒が2枚以上の路上での時に圧倒できて、アタック 1.6 倍の当たったダメージの 20% 回復。これね、まあ弱くはない。実際強いですね。600威圧って結構な数値なんですね。1ターンの間、大きめの威圧してくれるのって、ライナルトっていうキャラゴマがいるんですけど、あいつコンボスキル呪い移しなんですよ。で、ランガはコンボスキルがバフで威圧をかけてくれるということなので、結構使いやすい。うん。こいつはね、まあまあ強いです。ただ、まあ、コンボ、これ 1.6 だから、その、ランガのコンボで頑張っていくみたいなことはあんまりないと思いますね。うん。まあでも、そうだな、竜の幻獣院でこう暗黒向けの駒ということで、なんか多分ね、あの幻獣院で暗黒向けの駒ってそんなにないんじゃないか、あのホイムトとかどうなんだろうと思うんですけど、まあまあでも全然ね使える性能ではあると思いますね。うん、あの暗黒の英語駒が揃ってない人におすすめであります。はい。なんか今ちょっとあのあれですね、安倍総理みたいな安倍総理みたいになってたな。暗黒の英語駒がいないからにおしめでありますということで、こういう感じでございます。まあ英語駒はうん、まあ、とりあえず取っとくか。で、それで S ゴマはシズ、リムル、ミリム。この辺が個人的にね、狙ってるというかね、当たりかなと思います。じゃあ、回していきましょう。今回ね、松パック2回買えるんですよ。なんで、松パックね、これ、あのガチャチケットをこれ見ていただければわかると思うんですが、なんとね、松は、あれ？どれだ？あるね。これ松パック2枚あるんでね。こっちから引くか。こっちから先行きます。松からあえて引く。なんだろう。たくさんガチャ回したときに、狙いの S ゴマが、
あの松パック後で出ちゃうとそれ被っちゃうともったいないんで、このチケットから引いてかけらを温存していくスタイル。さあ行ってこい。シズかミリムかリムルが欲しい。リムル出てこい。オッケー、勝ちはい、一番大当たり来ました。ミリムありがとうございます。個人的にはこいつが一番強いと思います。うん、普通にね。次、でもね、コンバットも好きだからな、シズも欲しい。シズかリムル。これでね、ミリムがさ、被る可能性もあるんだよな。怖いね。頼むぞ。はい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 。まあでも松パック2回変えるってかなりね、太っ腹かなと思いますけどね。まあでもエゾゴマの種類よるからかな。あ、いやでもね、いい。あの、なんでいいかっていうと、これあくまで、あの、憶測っていうかね、推測っていうか、個人的なあれなんですけど、これね、テンスラって2期が始まるんですよ。あの、最近いただいた情報の中では。で、2期のキャラクターとかを追加して、今後もしかしたらコラボ第2弾とか来るかもしれない。ってなると、ミリムが10日解放とかされてるかもしれない。まあ、別に、まだテンスラそこまで見えてないんですけど、ありえるね。だからこのミリム2体当たってってのは、決して悪いことではない。この進化ミリムを使いながらも10日解放された時のことをこう、10日解放された時のために温存しておくというのはね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ。さあ、オッケー、テンスラのこれガチャチケットですね。これはテンスラのキャラが当たるのか、確定なのか、どうなんだ。あ、ハクロー出た。俺こいつ好き。キャラクターボイスね、大塚芳忠さんなんですよ。めちゃくちゃかっこいい。もう大塚芳忠さんマジで好き。いろんな声優さん好きだけど、もう一番好きかもしれない、もしかしたら一番、いや本当に一番好きかもしれない。マジで一番かもしれない。将来こんな子になりたい。マジでかっこよくない、大塚さん。大塚芳忠さんマジでいい。あのね、ジライヤとか、あとあれだ、あいつアブトめっちゃ好き。さーて問題だオッケーオッケー、そうはいった。ありがとうございます。倒す拳と殺す拳、一体どちらが強いか。似てねー。まあそれでね、松パック引いて単発も引いて、ここから本ちゃんです。11連ずつ回していきます。虹のかけら。正解はコロスケディだ。よし、頼むぞ。 S の確定演出今見えたからね、虹のかけら見えて、頼むぞ。はい、シュラシュラシュラ、オッケーオッケーオッケー、タオル取れ。とりあえずこれで、オッケー、シュラとランが出たんで、シュナとランが出たんで、はい、英語マンは全部コンプリートしましたね。よし、ここから勝負。リムルとシズだな。リムルシズを狙いに、どんどんね、回していきたいと思います。おい、まあ、シズ欲しいな。アニメ見ててシズさんね、めちゃくちゃ、ね、なんだろう、かわいそうな人生っていうかさ、これかわいそうだ、なんかかわいそうな、人見るのね、ちょっと心が痛むんですよね。なんか窓マギとかも去年のコラボ来た時に初めて見たんですけど、なんか窓マギの登場人物みんなかわいそうみたいな感じで見てて、ちょっとかわいそうな人は本当拾ってあげたくなりますね。はい、しずさんかわいそうだよってことで、しずさんをね、俺が引いて、しずマチなりなんなりかで使っていって幸せにしてやろう。 OK、 虹のかけらじゃないけど、ブルッタ頼む。しずさん、伊藤静江、あ、じゃあ、伊沢静江、クイズ王みたいな名前の人、ういっ、ん、あー、出なかったな。はい、これはあれか、ヘラクレスとグレイブと、あ、でもこれグレイブね、白の塔39階で強いんでね、まあ持ってるけどね、もともと。じゃあ、これ何年目だ ?45 年目ぐらいか。やっていきます。伊沢静江さんって言うんですよ、静って。うん。伊沢さん。僕の中で伊沢さんといえば、クイズ王の伊沢さんと、それと、稲中卓球部の明日のジョーのなる髪型してる伊沢さんだけなんですけどね。ここで3人目の伊沢さんが自分の中に降臨しましたというところなんですけどね。出なかったね。では、これちょっとコラボキャラ確定のね、11連サービス分。一旦これ引いて撤退しよっかな、しずさん。で、しずさん出たら撤退でもいいし、リムル出たら撤退でもいいし、でもとりあえず絶対するか。単発毎日引けるし、それでね、出る可能性もある。オッケー。虹のかけら見えてないけど、このサービス分11連でね、しっかり、ブルリを感じて。あ、オッケーオッケー、ブル、これ最後の1枚だから、これあれじゃん。コラボキャラ確定じゃん。よし、コラボキャラ S! シズ、あかぶり地獄え、どうかなこれ、なんかもう一回コラボした時にこいつ解放あるかな、どうかのわかんない。でもなんか、俺アニメ12話まで見たけど、これ以上の強化があるのか、この 大家族に。
鬼人の上とかあるんかな。あのでもこれちょっとネタバレなしね。でみんなコメントでもしテンスラ全部見たって人もいて、その原作とか読んでる人もネタバレなしでお願いします。一番楽しんでるんで。まあまあでもいいいい、マツバックでねミリムが出たので悪くないです。正直もうミリムさえ当たれば自分的には割とかし満足ではある。ただシズさんも欲しいな。まあでもしばらく単発ドリーム、単発ドリーム狙ってね、単発で回していって、でそれで様子見て、でシズさんを狙っていきたいと思います。あとミリムじゃない、リムルも欲しいな。ちょっと名前似てるね君たち。ということなんで今日はこの辺で終わります。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録、そして、このガチャ回しましたでしょうか。ぜひね回したという方いらっしゃればコメントよろしくお願いします。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。